いやー、こんなことって本当にあるんですね。四方を海に囲まれた海洋国家でもある日本では、別名海の忍者とも呼ばれている潜水艦、日本企業が開発した操流型潜水艦は、静音性、航行距離など原子力潜水艦を除外すれば世界トップクラスの潜水艦とも言われ、その軍事技術は世界中の国々から注目を集めています。いやー、でもね、お隣の韓国さんは現代重工業の製造した潜水艦の欠陥がバレ、政府が企業に対し訴訟を起こすという事態にまで発展。巨額のマネーが動いたこのプロジェクト。でもこれ、軍事産業に詳しい人にとってはほんとバカみたいな話で、プロジェクトの当初から問題だらけ。そしてその裏では、こんにちは、世界のカラバンのエドワードです。現代重工業が納品した潜水艦には欠陥が見られるとし、200億ウォンもの損害賠償訴訟を請求していた韓国政府、製造を依頼した国家が企業を訴える。このことだけでも信じられないことですが、このほど最高裁は現代重工業の賠償責任を認め、58億ウォンの支払いを確定。一審二審でも現代重工業が納品した潜水艦は部品の欠陥で契約に定められた性能を満たしていないという判断が、この度最高裁でも認められた形となりました。なんだけど、そもそもね、現代重工業は潜水艦を作る技術持ってないんですよ。韓国は国家プロジェクトとして2000年に1兆2700億ウォンを投入して次期潜水艦事業 KSS2 を開始。でもさ、韓国って海洋国家じゃないし、敵は北だから潜水艦に力を入れるっておかしいよね。ではなぜこの事業を始めることになったのか。それは南北統一後を想定して、中国日本などの周辺の脅威に対処する革新の戦略兵器としてスタートさせたんです。もう日本は完全に仮想敵国なんですよ。同じ型の潜水艦に初代の日本の総理大臣伊藤博文公を暗殺した安潤公の名前をつけていることでも、それがよくわかります。日本の新聞やテレビなどのオールドメディアはこのあたりのことを全くと言っていいほど報じません。しかし韓国企業は潜水艦の建造技術を持っていないということで、ドイツの輸出用潜水艦を現代重工業が韓国で建造することにしたんです。なんだけど、韓国政府は契約で潜水艦の建造に必要な資材の国産化割合を上げろと要求。で、現代も現代でもともと国産化できてない資材があるのに、その契約にサインしちゃったんですよ。いやー、なんでサインなんかしたのかね。これ以上のことは事実確認が取れていないのでよしましょう。で、結局国産化率は不達成。韓国政府は現代重工業を提訴。それが2008年の頃の話ですよ。潜水艦を作る技術もない企業に国産化率を上げて作れと依頼する政府。それに、はい、わかりましたと請け負う企業。いやー、巨額のマネー、税金を投入したプロジェクトだったのにね。得をしたのは一体誰なんでしょうか。まあそういうことだから、いつまでたっても同じようなことが続くんです。以上、最後までご視聴ありがとうございました。